エジプト大学。上空荒れ模様の展開、本日は厳しいゲームになりそうな予感です。一塁側はパワフェスチャレンジャーズ、強風を吹き飛ばすほどの勢いがあります。三塁側、時のファラオが多くの民を従えてド派手に登場、エジプト大学が王家の力を見せつける。さあパワフェスチャレンジャーズ対エジプト大学、エキサイティングなバトルが予想される2回戦を私熱盛がお送りいたします。さあマウンドには純潔太郎です。内角をガンガン攻める強気なピッチングでチーム、そして家族に勝利を届けます。さあ神秘的な姿の魔術師セティーヌ、私はすでにその美しさの魔法にかかっちゃってます。さあ1球目投げました、ストレートはストライク、伸びのあるボール投げました、また空振り、少し迷いが出たか、ストレートはボール、さあ次は何で来るか、アウトロー、見逃し三振。さあ古代エジプトよりファラオがやってまいりました。民を滑るカリスマ性は本物です。ホールスワン4世、さあメガネ界の輝く星矢部昭夫です。今日もその輝きは健在です。まずは初球、内側危ないボール、第2球はインコース低めストライク、バッター思わず振り返りました、打ったファウル。さあ勝負してくるのか、打ちました、片桐大谷ヒット、やべえヒットを放っています。ノーアウトで先制のランナーが出ました。チームを率いていざ飛び立て、チャレンジャーズキャプテンがバッターボックスです。まずは初球、打ったボデボデのセカンドゴロ、ニャプテとボールを掴んだ、アウト。パワフェスチャレンジャーズ先制のチャンスを迎えます。さあ過去に挫折した野球少年が大人となって今再び立ち上がります。ハイタニミツル、初球打ち、バッター 1,2 塁間ライナー破っていった、ライト前ヒット、ハイタニいい当たりが炸裂しています。チャンスを広げちゃいました。私にメッセージが届いております。ミワちゃんと呼んでください、実カズオよりとのことです。バッターミワちゃん、打ちました、初球打ち、ヒット、ボールが点々と転がっている。パワフェスチャレンジャー初回先制。こちらが先ほどの先制のシーンです。さあバッターは純潔太郎、仕事の忙しさにも負けず野手も投手もハイレベルでこなします。まずは初球、ボール外れた、完全なボール球、打ちました、ヒットになります。パワフェスチャレンジャー、さらに1点追加、準決タイムリーツーベースヒット、これでワンアウトランナーは二塁三塁。それではそしてバッターは大沢、第1球を投げた、ミーハイ決まってストライク、
第2球投げた、直球見送ってボール。投球これから3球目、カットボール見送ってボール。次が4球目、打ったヒット、センター前ヒットになった。三塁ランナーホームイン、パワフェスチャレンジャー、さらに1点追加。先ほどパワフェスチャレンジャーズ、ここはなんとかしのぎたい。そしてバッターボックスはホールスワン、これは見送ってボール。うん、変化球にバッター動けません。さあ次は何で来るか、バットを出しません。ボール外れましたが、いいコース打ちました。これはヒットになります。ボールは中継、二塁ランナーホームイン、エジプト大学さらに1点を返しました。パワフェスチャレンジャーズ、さらに同点のピンチです。そして迎えるバッターは片桐、これはボール。第3球投げました、強振空振り、さあ追い込んだ。さあ勝負してくるのか、さあ仕留められるか、打ったファウル。第6球を内角ボール、あっとこれはインフィールドフライです。パワフェスチャレンジャーズ、ピンチが続きます。さあセティーヌのマジックショーが始まります。まずは初球、直球空振り、ボール球を振らせました。これは見送ってボール、ワンボールワンストライク、緩いカーブ、これで追い込みました。外れたボール。パワフェスチャレンジャーズ同点のピンチ、ツーアウトランナー一塁二塁。縦のスライダー見送ってボール、低めに攻めていきます。打った、ライトへ上がった、取って、これで3アウトチェンジ。2回の表が終わって3対2、パワフェスチャレンジャーズ、この回点差を縮められています。さあ打席には純潔さんです。表情とは裏腹に燃えています。初球引っ張った、打球はレフトへ、ヒットになります。純潔塁に出ています。ここでバッターは大沢、そのバッティングで点差を広げていきたい。第2球はあっと引っ掛けた、さあゲッツーになるか、あっと送球がそれた、アウト。ここはバッターは6番大沢、まずは初球見送ってボール、カウントワンボール。打ちました、ヒット、大沢ナイスヒットです。ここでバッターボックスは片桐、さあ1球目、初球を打ちました、ショートの右、ゲッツーコースター、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。8番バッターが打席に入ります。まずは出塁なるか、初球はすっぽ抜け、ボール。第2球を投げました、打った、センター前ヒット、気持ちのいい当たりを見せてくれます。今日初めてのヒットになりました。初球を打った、ショートオーバー、センター前ヒット、クリーンヒットだ。これで今日は3打数の2安打。さあ矢部が矢部たるゆえんを見せてほしい、リードを広げておきたい。初球は初球打ち、引っ張った、レフト前ヒット、打球が転がっている、中継セーフ、ホームタッチは間一髪セーフ。パワフェスチャレンジャー2点入りました、6対2。エジプト大学、何としても得点を挙げたい9回です。そしてバッターは曽根、第2球投げました、ストレートはボール。第3球は落ちるボール、さあ土俵際まで追い込んだ、打った、いい当たりだ、ショートズドン、パワフェスチャレンジャー、
最後をきっちり打ち取ってゲームセット。パワフルチャレンジャー、この試合でフィーバーしてくれました。これが真の実力でしょうか。3回戦へ駒を進めます。ヒーローはパワフェスチャレンジャーズキャプテン、響きの穴に勝利の秘訣をたっぷりと語ってくれました。そしてエジプト大学のホールスワン4世、お互いの健闘を称え合っております。ナイスゲームでした。さあそして次は3回戦、今度はどんなクセモノチームと戦うことになるでしょうか。再び面白いゲーム展開に期待しましょう。実況あつ森でお送りしました。ご案内いたします。